皆さんこんにちは、ルアです。今回ですね、以前グッズの収納棚をご紹介したんですけど、その時にですね、こんな感じでファイルがあるんですけど、このファイルたちのね、中身を詳しくご紹介すると言ったので、今回はこちらのねご紹介をしていきたいと思います。ファイルだけじゃなくて入れ物の中身とかもご紹介していけたらなと思います。あとアクスタのね収納法とかもご紹介していきたいと思います。まずこのファイルたちですねには何を入れてるかご紹介していきたいと思います。このファイルにはですね、ちょっと奥にありますね。まず一つ目はこんな感じでアクフィルを入れております。でリフィルはマイコレさんになります。マイコレさんの1233×4 のものを使っていて、1枚2枚入りがどっちか忘れちゃったんですけどになります。57mm 缶バッジもこちらのリフィルに使っていて、よいしょ、後ろにはですねこんな感じでアクキーも入れております。このアクキーは推しさん以外のアクキーを入れていて、前にはですね大きめのメタキーを入れてて、これだけちょっとリフィルが違うんですよね。これとこれでリフィルが違うくて、こちらのリフィルは2枚で100円のマイコレさん商品だったと思うんですけど、こんな感じで分かれていて、本当は多分コースターとか入れるようなのかなだと思うんですけど、私はこちらに入らなかったアクキーじゃないメタキーとかの、あとはアクキーを入れておりますね。でこれがポストカードですね。ポストカードもあって、これねまだねちゃんと収納できてなくて、本当に少ないんですよリフィルが。でリフィルは買ってなくて、ポストカードが入れれなくてお試しで1回買ってこれを、でその後買い足そうと思って買ってなくて、まだ2枚しかない状態で、ポストカードは別のところにねまた入れてあるんですよ。なのでちょっと2枚しかないんですけど、普段ここにはゆうたくんのものを入れてます。日高ゆうたくんのものを入れてて、今ちょっとおたかつ用にねちょっと違う場所に入れてるんですけど、私はとこのケースの中にもう1枚リフィルか、リフィルの入れる前にもう1枚入れていて、もう1枚入れている、もう1枚今保護するものを入れていて、それがですねこちらにいます。ポストカードカバーで、コーストカードケースに私は普段これを収納してたんですけど、コーストカードケースを入れるとこのリフィルに入らなくなっちゃうので、私はこのポストカードカバーを買ってまあ入れるっていう感じになってますね。で後ろもこんな感じになっております。これはねコーストカードケースじゃない、ポストカードカバーを入れてなくて、ちょっとまとめてガサッと入れております。こんな感じなんで、本当にリフィルを買わないとやばくて、ちょっと今度買ってこようと思います。でもねこれ重ねても入れれるので結構おすすめです。はい、で続いてこっちかな、はい、こっちが 57mm 缶、こちらは 75mm じゃない 57mm 缶になります。で私はすべて黒の名前が出てこないスリーブを入れております。以前収納棚紹介をご紹介した時に、いろいろ収納袋とかが入ってますって言ったケースの上にこんなねものがあったと思うんですよ。これの中がじゃん、こちらです。トレーディングカード用のスリーブです。もうこれが私は一番使っているので、もうすぐなくなっちゃうんで、もうめちゃストックしてるんですよ。50枚入りになってて、私はこれを使っております。はい、で後ろもこんな感じで、前にねいただいた缶バッジとかを入れてて、これは PBZ だけなんですけど、 UJ とか小黒とか、あと2020年の缶バッジとか居酒屋は別のリフィルに入れてるんですけど、そのねリフィルもマイコレさんのものになります。はい、こんな感じです。ここはねりょうたくんだけなんですけど、こんな感じになります。で次、はい、こちらですね。こちらが 75mm になります。でさすがにちょっと 75mm はこの黒のスリーブに入らなくて大きさが足りなくて、なのでもう透明にしてるんですけど、こんな感じになっております。で後ろが緩いんで、手前が最近手に入れたものを入れております。最近ねさやさんからいただいたものとかを置いております。でここはね自分が引いたものとかになるんですけど、こんな感じになっております。でこれも6個に分かれているマイコレさんのグッズになります。はい、こんな感じですね。でアクスタの収納法がこちらになります。こちらは持ち運び用のマイコレさんのファイルになっていて、開けますね。開けるとじゃん、
こんな感じになっていて、まあ、6リングなんですけど、このリフィルはですね、ジッパーケースリフィル、2枚入りのものなんですけど、こちらを使って収納しております。こんな感じで、りょうたくんだったり、あとレオくん、これはね、すべてあります。りょうたくんも、どこだろう、レオくんもいます。でもこれ結構パンパンなんで、新しいのにしないとなんですけど、りょうたくんがね、あと白の、これのね、白タイプ、ノーマルタイプでコンプなんですけど、まあ、それもできてなくて、で、私はここパンパンになっちゃうんで、ジッパーの向きを交互に入れています。すごい片方だけパンパンになっちゃうんで、こんな感じにしてて、1個だけ開けてるのは居酒屋でりゅうたくんのアクスタが出たので、それを入れるように開けております。で、まあそれをとりあえず一旦入れたらこれは終了かなと思っています。で、あ、で全部でね、今何枚入れてるかですよね。あ、9枚入るんで、まあ、10枚は入ります。これ入れたら10枚なんで、もうちょっと頑張ったらいけると思うんで、本当に10枚はまあ入るかなって感じ。12枚がギリとかかな、どうなんだろう。こんな感じで入っております。で、まあ、解体したものはね、別のところに入れてるんですけど、解体してないのがこちらになります。で、アクスタの収納はこんな感じになります。で、もう一つアクスタの収納法があって、どっちだろう、こっちか、よいしょ、こっちのですね、じゃん、こんな感じになってるんですけど、このファイルはですね、モノトっていう100均さんのアイテムなんですけど、ここがね、こうカチッと開くようになってて、これで、まあ、ここに挟んで、で、カチッとするようなアイテムになってるんですけど、ここですね、よいしょ。で、これは、ジェネとバリの、おしめさん以外のものを一応入れています。その他はね、以前もご紹介したように、あ、以前ご紹介してないか、ちょっと後でご紹介したいと思いますが、別のとこに入れております。はい。で、このリフィルですね、このリフィルはこの100均のダイソーさんの30リング ×A4 ファイル用3枚入りのものを使っております。これ結構いいんですよね。これコスパもいいんで。薄さはね、まあ、そこまで薄くない。ペラペラでもないし、すごい、でも私は使いやすくていいなと思っております。しっかり蓋もついてるんで、落ちないし、こんな感じで入れております。で、後ろがですね、よいしょ。こんな感じになってて、普段はここにね、りゅうたくんの解体しているものを入れてるんですけど、今はちょっとおたかつ用に、出してるんでないんですけど、ここにミクくんが入っております。こんな感じで袋にそのまま入れて、こうやって止めてみたいな感じで、すごいね、これも使いやすいです。はい、こんな感じで収納しております。で、もう一つモノトさんを使って収納しているものがあって、それがこちらなんですけど、こちらはじゃん、 BOT のカードですね。 BOT カードだけじゃなくて、最近だったらこんな感じでフォトカードだったりとかも入れております。で、これにも先ほどご紹介したこのスリーブを使ってるんですけど、これのね、いいところをご紹介すると、はい、こうめくった時に何がね、ないか分かるんですよ。分かりやすくて透明じゃないので、なんで、まあ、これだったらアランくんとリュートくんとメンちゃんがないって感じで分かるんで、すごいありがたいです。で、まあ、一個一個にね、入れてるのはこんな感じで、よいしょ、後ろにね、黒いものがついてて、手前は普通に本当に透明なので、すごい綺麗になります。はい、こんな感じです。で、まあ、こんな感じで BOT カードを収納してて、あとね、この3枚で、でね、コンプなんですけど、ちょっとコンプできてなくて、ここだけシュートイタートだけなんですけど、新しいの出ましたよね、これ本当に欲しいんですけど。で、ここは今ちょっとりょうたくんは出張中のものもあるんですけど、かぶってるものは一応入れてて、りゅうたくんのものも入れてて、で、バリはちょっとコンプ目指してなかったんで、この頃はりゅうたくんしかないです。で、これは小黒のフードですね。フードをめっちゃ食べました。美味しかった。当たりは出なかったんですけど。で、こことここがね、めんちゃんじゃない、なんでめんちゃん出てきたんだろう、今りゅうたくんなんですけど、このりゅうたくんはちょっと今出張中なんでいなくて、ここはりゅうせいくんで、ただ単にないっていう。で、ここもりきちゃんもなくて、集合もね、1枚ないんですけど、これもね、すぐ
何がないか分かるんでありがたいです。はい、で次、ここはジェネはコンプしました。ジェネはイエイで、好きなねこの写真とか最年少の写真とかはとね、ドーンと真ん中に置いて、上にりょうたくんとりょうくん、こんな感じで3枚ずつじゃないよ、3種類ずつ置いてます。で、まあその他のメンバーさんのものはこんな感じでダーッと入れてて、後ろも今ねちょっと出張中のものもあったりとかするんですけど、ここにねもうちょっと貯めれたらいいかなとも思っております。はい、こんな感じです。これがモノトさんの使い道ですね。で、続いてが先ほど言っていたね、あの推しグル以外のアクスタの収納法なんですけど、こんな感じで、BOT の袋を一つ作ってて、これは100均のポーチみたいなものになります。で、こんな感じで入れております。もうね、本当に数枚しかないんですけど、あ、なんか間に挟まってる流星くんかな、流星くんのカードが挟まってて、まあ、こんな感じで少ないんですけど、ここに置いてて、あとビューティーカードも一応、このねカードもあのなんだっけ、黒のこのスリーブに入れております。ね、これはねちょっと折れないように一応ちゃんとしてるつもりではいるんですけど、こういうポーチとかよりももしかして入れ物とかの方がいいかなとは思います。はい、でこれがアクキーですね。アクキーも透明で誰が出たかって分かるようにしといた方がいいと思うんですけど、そのまんま今は入れております。はい、でここには何がね入ってるか分かるように BOT の袋をね、 BOT カードの袋をめちゃめちゃ入れております。はい、でここには E ガールズさんとファンタで、ランペ3代目とセカンド、あ、エグザイルとかもいろいろ入ってるものをこう入れておりますね。これは、グループごとに分かりやすいように前に何かしらのグッズを入れております。ちょっと大きめのちょっとボコボコしてるようなものは、あ、まあ頑張ってですね、 75mm とかは本当にもう前に出しておいた方がいいかなと思います。で、ここはクリアチャームですね。ジェネとバリ以外のクリアチャームです。あ、ここはジェネとバリなんですけど、ここには3代目セカンドとかドブルとかランペ、ランページがすごい多くて、ランページ1、2があって、あとここが少人数のショウゴくんとか全然あまり来てくれないメンバーさんをここに入れてて、で、よく来るメンバーの1、2があって、1はもう本当にすごい複数出資してるんですよね。で、2が、たくさん来るんですけど、たくさん出ていってくるものなんですよなのでこの子たちもすごい開け閉めが激しいね、出入り口激しめの子たちなので、そうやって分けております。で、これがファンタで、このジップロックは全て100均のものになるので、100均で30枚入りとかかな、なんかすごいめっちゃ入ってるイメージなんですけど、で、ここがジェネケンの、ジェネケンじゃない、ジェネコ学食のものになります。で、こっちはすごい分けてあるんですけど、以前ねたくさん買ったとバレンタイン1月のねものになります。とこれが多分コンプしたものかな、コンプしたジェネで、これが、あ、こっちか、こっちがコンプしたジェネで、こっちがかぶりのジェネで、これは本当にあのどうしようって感じなんでねで、ここら辺はプチキャラで、これもコンプしてるやつで、こっちは交換探してるものですね。で、別にコンプもこれはしてなかったんで、コンプ目指してなかったんで、別に交換でもお譲りでもねできるかなっていうのでここに入れてます。で、こっちはバリですね。バリもコンプ求めてなかったんで、本当にこの時はゲータくんとレオくん狙いだったんでではあるんですけど、こんな感じで入れております。はい、で、この2つのケースは以前もご紹介した通り100均のものになります。はい、で、最後になるんですけど、以前ねご紹介してたものですね、ここなんかごちゃごちゃしててみたいな言ってたんですけど、ここはジェネのとりあえず収納できるものもどうすればいいかって感じですけど、 75mm とかこんな感じでガサって入ってて、 75mm も一個一個袋に入れてここに入れております。アクキーとかもね入ってたりしますね。はい、カード類もここにドサッと入れております。
で別のところにまだ入れてるんですけど、とりあえず収納できる分だけここに入れてます。でこれがタブレット缶ですね。あの交換とかいろいろ OK なものですね。でこれは私にね素敵瓶をよくくださるさやさんに対して送ろうと思っているものたちをここにガサッと入れております。ちょっと待っててほしいです。また2度目の素敵瓶を送りたいと思っておりますので少々お待ちください。なので、あとハイローグッズがここにあったりとか、これもねさやさんに送ろうと思ってるグッズここら辺にもあるんで、よいしょ、ちょっとモザイク処理をしといて、でここら辺はビッグスクリーナー、ビッグクリーナーとか交換とか提供できるものですね。でここがポストカード、レオくんのポストカードですね。でここがすごい被ってる、もうなんかどんな量ってぐらい被ってる推しさんの靴たち、戦略たち。でこれはお友達にあげるように分けてあるものとか、ダブっているものとかなんかいろいろ入ってます。はい、たまにねここにクリアチャームと一緒に渡すときそのまま入って渡すんで、ここにいろいろ詰め込んでおります。はい、これはこんな感じになります。でちょっと最後って言ったんですけど、以前ねこの中身もご紹介するって言ってたんでご紹介しようと思います。すごい汚いんですけど、あの収納袋とかの中身ですね。はい、ここが私がよく使う、まあ、アクスタ、クリッチャー、センジャの袋たちが入ってるものです。で、ジップロック。これ、さっきの、クリアチャームバッグ入ってるやつの、バレンタイン？さっきのね、ジェネとバリが入れてたやつはこれだと思います、多分。で、クリブですね。もうこれはあんまり使わなくなりました、黒が来てから。ちょっと、すごい、いろんな袋があります。あと、ここがカードケースですね。こんな感じで。もうね、カードケースは、私めちゃめちゃ使ってたんで、洗車札を入れるのにも使ってたし、ポストカードにも使ってたんでめっちゃあるんですけど、最近はあまり使わないんですよね。でこれのねちっちゃいバージョンが本当にどこを探し回ってもなくて、もうねどうしようっていうかね、このちっちゃい版がめちゃめちゃ欲しいです。はい、でこんな感じで 75mm を入れてる袋とかがあります。で手前こっち側ですね、こっち側はタワレコさんで購入したケースじゃない、カード入れとかで、ちっちゃいジップロックとかが入ってて、ここは誰かにねあげたりとか、素敵瓶を梱包するときとか、あと普通に交換物を梱包するときに使う袋たちですね。 L 版とかが入ってて、あとここもポストカードケースあるんですけど、私はね本当にセリアさんのこのサイズか、これよりもう一個大きいサイズが欲しいんですけど、ダイソーさんしかないんでダイソーさんのを買ったりとかしております。こんな感じです。すごくごちゃごちゃしております。だいたい今私がご紹介したものを買っておけばどのグッズにも対応するかなと思います。今回はこんな感じかな。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとでも参考になったよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタの方もフォローしていただけると嬉しいです。それではルアでした。バイバーイ。